玉石3コースとランプ行きます。お客様1人待たせてるので誰か行ける人いたらお願いします。はいよー。レシオタイム。俺の名前は玉石あたる。30代後半にして未だにパチンコ店のバイトで食いつないでいるフリーターだ。玉石くん、就職活動の調子はどうだ？やはりこの年だとなかなか難しいですね。どこも拾ってくれません。正社員を目指してはいるものの、就職に有利になるような資格も実績もないアラサーを採用してくれる会社などそう多くない。俺はこのままどこにも必要とされずにひっそりとフリーターとして朽ちていくのかな、なんてぼんやりと考え始めていた頃だった。そうか、ならうちで正社員になるのはどうだ。バイト先で正社員登用の話が出たのは、まさかそんなに俺のこと評価してくれてたとはな。いわくホール巡回が早く、対応も的確、ホール全体の様子もよく見えているし、後輩の育成も上手だと。自分ではまだまだだと思っていたが、そうか、気づけば俺このお店のバイトで一番の古株なんだったな。もう5年か。いろいろあったな、この店でも。俺がパチンコ屋で働き始めたきっかけは31歳の時。以前働いていた会社が倒産し、特にやりたいことも見つからなかったため、しばらくフリーターとして活動しようと思っていた矢先だった。それならお前パチンコ屋はどうだ？友人からそういう提案を受けたのは。パチンコ屋？ああ、俺も学生時代働いてたけどよ、時給が高い割に意外と楽だからさ、おすすめ。おー、パチンコ自体に別段興味があるわけではなかった。ただ時給が高い、それだけの理由で俺はバイトの面接を受けることに決めた。じゃあ明日からよろしくね、玉石くん。はい、よろしくお願いします。面接の結果はあっさり合格だった。未経験な上、30歳を超えている俺でも雇ってもらえるのだから、友人が言う通り楽な仕事なんだろう。今思えば随分と浅はかな考えだったな。こちら余り玉が40ありますので、こちらの景品から。ああ、なに？余り玉が。声小さいんだよ、聞こえるわけねえだろうが。パチンコで働き始めてまず最初に苦しんだのはホールの環境音のデカさである。とにかくうるさい。目の前にお客さんがいても大声を出さなければ相手に全く声が届かない。余り玉が40玉です。なんでてめえその言い方は。かといって無理に声を張り上げれば怒鳴っているみたいになる。ハキハキとした声の出し方をマスターするのはずっと事務職をやっていた俺にはなかなか難しいことだった。玉石くん、そこランプついてるよ。あ、すみません。次に苦戦したのが呼び出しランプの対応である。島端についているランプ、これが光るとその島で呼び出しているお客様がいるということになるのだが、遅くとも1分以内に反応しなくてはならない。というのもトラブルの種類によっては早く対応しないと取り返しのつかない事態を巻き起こしてしまうからだ。お待たせしました。弾が出てこねえよ、このままだとパンクするぞ。申し訳ありません、すぐ対応します。その一つが大当たりの消滅。特定の機種においては定められた時間内に弾が打ち出されないと大当たりがなくなってしまうことがある。そして一度消えた大当たりはどうやっても復元できない。だからそのタイミングで弾詰まりが起こってしまったらすぐに直さないとかなり面倒なことになるのだ。そしてなんとか終わった。ゲー、ホールスタッフの仕事はランプ対応だけではない。3番ランプ誰か行ける？俺カウンターで対応中だわ。すみません、こっちジェット対応入ってます。順番に行って、当たり中のトラブル最優先で流しのお客様は待たせてね。俺3番行きます。いろいろな仕事をしている中で逐一ランプをチェックし、優先順位を決めて動かなければすぐにホールが回らなくなる。場面に合わせた的確な判断と動きというものを体で理解するまでには相当な時間を要した。疲れた。なーにが意外と楽だよ、めちゃくちゃ大変じゃねえか。俺このままやっていけるのかな。初めて1ヶ月くらいまでは何度もやめようかと思った。あの環境で仕事を続けていける自信が湧かなかった。だが人間というのは思ったよりも環境に適応する生き物だったようで。
はい、こちら代金品4枚と中金品2枚になります。余りでジュースが1本お取りいただけますよ。余りはいらない、景品だけで。かしこまりました。3ヶ月経つ頃には俺はパチンコ屋の爆音も全く気にならなくなっていた。声のボリューム調整も随分慣れてきて、もはやコミュニケーションに困ることはほとんどない。あゆうま、え、なんです？だが、ま、はい、まあ、たまに全然聞き取れない人とかはいたけども。玉石、トラブル入ってるからしばらく一人でランプ見てて。了解です。ランプ対応にも随分慣れた。あ、2番と5番両方ついてるな。特に意識せずともランプがついていればそこに視線が行くようになったし、あそこは台枠が光ってないから通常時呼び出されている台まで行かなくても何が起こっているかは大体把握できるようになった。ってことは緊急性は低いし、先に5番の様子見に行こう。結果、自然と優先順位の判断も早くなり、効率的にホールを回れるようになっていた。しかし慣れてきたからといって決して楽になったというわけではない。おい、アマデジで400もハマったぞ。どうなってんだよこの店。すみません、お気持ちはわかりますが、こればっかりは。ありえんのかよ、99分の1で400も当たらないとか。ありえるから怒ってんだよな。パチンコ屋は確率の世界、勝つお客様もいれば負けるお客様もいる。中にはあまりの不運に平常心を失ってしまうお客様もいて、クレームを浴びせられることは日常茶飯事だった。はあ。何？またゆで卵切れてた？ああ、そうです。アマデジで400ハマったって。400くらいハマらな。ま、気にすんなよ。はーい。ちなみにそういうよくクレームを言ってくるお客様はスタッフの間でも有名になるので、大抵あだ名がついている。さっきの人は頭がツルツルでゆで卵みたいになっているからゆで卵、安直すぎるが覚えやすい。決して良い文化ではないが、スタッフの間で情報を共有しやすいという利点を考えると必要悪な部分もあるのかもしれない。そんな一方で楽しいと感じることも増えた。お兄ちゃん、目押ししてもらっていい？もちろん。はい、どうぞ。いや、いつもごめんね。いえいえ、大丈夫ですよ。お兄ちゃんがいてくれると助かるわ。私は全然目押しできないもんだから。常連のお客様との会話が増えたことだ。パチンコ屋は年配のお客様にとって一種の地域コミュニティの場になっている部分がある。すでに仕事を引退して子供も独り立ちしていて、家にいてもやることがない。そんなお客様たちの憩いの場、そのコミュニティの一部に自分たちのようなスタッフも含まれる。毎日同じお客様の顔を見てパチンコやスロットの話を中心に時折関係のない雑談もする。そんな日々は決して悪いものじゃなかった。しかしここもダメか。順調なバイト生活とは反対に難航しているものもあった。なかなかうまくいかないな。いつまでもこのままフリーターでいるわけにもいかない。そう思ってフリーターを始めて半年を過ぎたあたりからずっと正社員で雇ってくれる会社を探しているのだが、一向に見つからず。過ぎていく年月、衰えていく体力とともに俺は自分の人生に少しずつ絶望を深めていった。だから、よし、そろそろ行くか。あの日正社員に誘ってもらえたことには本当に感�謝している。あれからさらに4年、40歳になった俺はパチンコ屋の社員として今も働き続けていた。今日は旧イベント日だからな、早めに行かないと抽選待ちの人で溢れそうだ。パチンコ屋の開店は地域差もあるが、俺のいる地域は9時開店なので、基本的に8時にはお店に出勤し開店作業をしなくてはならない。だがイベント日を含めた特定の日は少し勝手が違う。うお、もう20人ぐらいいるな。早く抽選の準備しないと。パチンコ屋には月に何度か通常よりも客が勝ちやすい日が存在する。例えば7のつく日だったり、ゾロ目の日だったり、お店によって特定日は様々だ。そういった日をまとめてイベント日と呼び、開店から多くのお客さんが並ぶ。だからいつもより早めに出勤して整列させないと、店の周りでお客さんがたむろしたりして近隣住民の迷惑になりかねないというわけだ。ほっといたら平気でタバコのポイ捨てとかするやついるしな。それでは抽選を開始します。8時30分、
整列したお客様の前に抽選機を置き、順番にボタンを押してもらう。パチンコ屋の入場順は大抵が抽選だ。というのも、早い者勝ちにするとどうしたって争いになってしまうから。しかし抽選は抽選で問題があるもので、お客さん本当に遊戯します？念のためお伝えしますが、その抽選番号はお客様しか使えません。他の人に渡すのは禁止です。例えばこういうの、ホームレスにお金を渡して抽選に並んでもらい、いい番号を引いたら譲ってもらうという手法、いわゆる引き子と言われるやつだ。マナーの悪いプロ集団がよく使う手で、これが横行すると一般の有料な常連客に良い番号が回ってこなくなる。本来イベント日というのは、いつも来てくれているお客様に利益を還元する日。イベント日だけを狙い撃って懐を潤そうとするプロ集団は、こちらからすれば害悪に等しい。可能な限り取り除かなければならない。営業が始まった後も警戒は緩めない。プロの動向はもちろん、マナー違反をしている客がいないか逐一チェックしながらホールを回る。あそこのお客さん、ハンドルの動かし方がおかしい。ひねってるかも。了解です。後でデータ見に行くわ。異常があったら貼り付きで。アルバイトの時にはランプやトラブル対応を追いかけるので必死だった。社員になってみると、それらに加えて各お客様の動向やホールのデータも気にしなくてはならない。考えることは以前の倍以上。大変だが、その分やりがいも感じられる仕事だった。うわー、疲れた。お疲れさん。稼働高かったね。お疲れさんです。今日は結構出てますからね。夕方の5時になると早番は終了。遅番の人間に伝達事項を伝えて退勤となる。ちなみに例の若者は4000枚くらい出してます。あいつの引きやばいよな。先月も50万くらい買ってるだろ。ほんとどういう引きしてんすかね。今日打ってる台も設定表的には2のはずなんですけど。たまにいるよな、そういう星の下で生まれてるやつ。ああ、ところで、今日の入れ替えだけどさ、お前は再出勤するの？そのつもりです。人手足りないでしょ。助かるわ。じゃあパチンコの方頼むね。多くのお店が月曜日に新台の導入を行うため、その設置作業は日曜日の夜に行われる。これがなかなか大変だ。多分メーカーに対して一番殺意が湧く瞬間だと思う。なぜかそれは最近の台にやたら大層な役物がついていることが増えたからである。ユーザーもユーザーで、無駄にゴテゴテした役物ばかり増やしやがってと思うこともあるかもしれないが、スタッフの怒りはその日ではない。何せ我々はあれを持ち上げるのだ。重さは50キロ以上、あげく役物が邪魔をして持ちにくい。その点パワーシリーズは優秀である。あのすっきりとした筐体、めちゃくちゃ持ちやすいし、しかも軽い。まあ軽いと言っても40キロ近くはあるのだが。じゃあまた23時ぐらいに来ます。お疲れ様でした。いやそんなわけで、入れ替えのある日は早番の人間も閉店後に再出勤したりする。遅番の人間だけでやるには負担が大きすぎたりするからだ。ふう、じゃあ入れ替えも一段落したんで、俺はスロットの設定変更やっときます。お、もうやり方覚えたんだ。はい、一通りは。社員になってからは営業の根幹に関わる設定変更などの作業にも携わるようになっていた。設定表で決められた通りに台の設定を叩いていく。お、例の引きが強い若者が打っていた台、結局 AT 中取り切れずに閉店したんだな。設定表では据え置き指示だけど、ま、これは仕方ないな。設定変更を指示された箇所でなくても、大当たり中の台などがあればリセットをする必要がある。見逃してしまうと翌日の朝から大当たりスタートをしてしまうので、営業に大きく影響を及ぼす。もっとも毎朝店長がダブルチェックをしてくれているので、大抵は問題ないのだが。あれ、ここ設定2のはずなのに。ん、どうした固まって。あ、いえ、この台設定表と設定が違ったんでおかしいなと。ああ、店長が朝いじったんじゃね。イベント日だし。なるほど。たまにあるよ。気にしないでリセットだけかけておけば。了解です。お店の設定を決める権限を持っているのは基本的に店長だけだ。俺たち社員は代行して設定変更を行うだけで、その意思決定にまでは介在できない。だから、え、桜を雇ってた？
そうなんだよ。うちの店長、プロの一人と結託して設定情報を漏らしてたんだってさ。店長が不正を行っていたことに俺はずっと気づけなかった。いわくお金欲しさにプロに高設定の台を教え、出た利益を折半していたらしい。そう、例の引きが強いと思っていた若者は引きが強いのではなかった。ただ指定された高設定をずっと打っていただけだったんだ。その後すぐに店長は逮捕された。パチンコ屋は噂の巡るスピードが速い。悪い噂ならなおさらだ。その結果、客足はどんどん遠のいていき、お店の売り上げはどんどん下がっていった。大丈夫かなこのお店。わかんねえ。潰れちまったらどうすっかね。俺はこのままここにいていいのだろうか。業界の先行きは決して明るくない。遊戯人口は年々減っており、パチンコという娯楽が市民権を得る様子も全くない。店長が逮捕される前から心のどこかで常に不安は抱えていた。ただそれを考えないようにしていただけで。そんなある日。異動ですか？そう、例の事件があってからスタッフのモチベーションも下がってるしね。一度人員の入れ替えを行おうかと思って。ああ。本部の人から店舗の移動を提案された。正直辞めるかどうか考えていた最中だったから、どう答えるべきか迷った。だけど、もちろん残りたいなら止めないけどね。ただ玉石さんならどこの店舗でもやっていけると思うよ。君はこの会社に必要な人間だ。その言葉で俺の気持ちは固まった。玉石は移動するんだ。はい。そっかそっか。俺は来月で辞めることにしたよ。この業界にいても未来はなさそうだしな。どう悪い。玉石はまだ続けるのにこんなこと言うの失礼だったな。いえ、先輩におっしゃることもわかります。でも、まあそれでもいいかなって思ったんで。おー、確かにこの業界は厳しい。世間からのイメージは悪いし、いろいろな規制ですぐに環境が変わってしまう危うい世界だ。だけどパチンコを嫌う人がいる一方で、日常生活の一部として必要としてくれている人もたくさんいる。たとえ先行きが明るくなくても、パチンコ店の環境を必要としてくれている人がいるなら、俺はもうしばらくそこで頑張ってみようと思う。業界が落ち目なら俺がこれから盛り上げてやりますよ。おお、でかく出たね。ええ、だいたい先輩だって辞めた後もパチンコは打つんでしょ。まあな、なんだかんだ面白いからな、パチンコは。ですね。3年後。ああ、頑張ってるね玉石くん。どうも、おかげさまで。移動してもらって正解だった。おかげさまでこの店も盛り上がってるよ。ところで、来期からは君にリーダーを就任してもらいたいと思うんだけど、どうかな。俺でよければぜひ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。